こんにちは、ヒューガ洋一です。それでは今回も、死との働き、デボーションをシェアということで、死との働き28章を読んでいきたいと思います。こうして助かってから、私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。雨が降り出していて寒かったので、 彼らは火を焚いて私たちを皆迎えてくれた。パウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に噛みついた。島の人々はこの生き物がパウロの手にぶら下がっているのを見て言い合った。この人はきっと人殺しだ。海からは救われたが正義の女神は この人を生かしておかないのだしかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった人々は彼が今にも張り上がってくるかあるいは急に倒れて死ぬだろうと待っていたしかしいくら待っても彼に何も変わった様子が見えないので考えを変えてこの人は神様だ と言い出したさてその場所の近くに島の長官でプブリウスという名の人の所有地があった彼は私たちを歓迎して3日間親切にもてなしてくれたたまたまプブリウスの父が発熱と下痢で苦しんで床についていたパウルはその人のところに行って 彼に手を置いて祈り癒したこのことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けたまた人々は私たちに深い尊敬を表し私たちが船出するときには必要なものを用意してくれた3か月後私たちはこの島で冬を越していた アアレクサンドリアの船で出発したその船首にはディオスクロイの飾りがついていた私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在しそこから怒りをあげてレギオンに達した1日経つと南風が吹き始めたので2日目にはプテオリに入港したその町で 私たちは兄弟たちを見つけ、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマにやってきた。ローマからは私たちのことを聞いた兄弟たちが、アピ・フォルムとトレス・タベルネまで私たちを迎えに来てくれた。パウロは彼らに,彼らに会って神に感謝し、 勇気づけられた私たちがローマに入った時パウロは監視の兵士がついてはいたが一人で生活することを許された3日後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めたそして彼らが集まった時こう言った「兄弟たち私は民に対しても 先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので、釈放しようと思いました。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、 私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。そういうわけで私はあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながれているのはイスラエルの望みのためです。すると彼らはパウロに言った。私たちはあなたについて ユダヤから何の通知も受け取っていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたこともありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから。 そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは、神の国のことを証しし、モーセの立法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと、朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。 お互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウルは一言、次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。この民のところに行って告げよ。あなた方は聞くには聞くが、決して悟ることはない。見るには見るが、決して知ることはない。 この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。ですから、承知しておいてください。 神のこの救いは違法人に送られました。彼らが聞き従うことになります。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて少しもはばかることなくまた妨げられることもなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えた。 首都の徒の働き28章、まあ、最後の章ですね、えー、マルタに上陸して、まあ、もてなしを受けるそしてそこから、えー、ローマへの旅そしてローマに着いた後とに、まあ、ユダヤ人に対して、えー、福音を述べ伝えるというところそして最後、まあ、パウロは、えー、神の国を述べ伝えて。 主イエススキリストのことを教えたとまあ丸2年間とありますのでそこでこの「使徒の働き」ローマについて2年後のところで使徒の働きというのは終わりになっているわけです。まあ、激しい苦しみ、えー、苦難があった後に、まあ、この少しのしばしの平安というか、まあ、落ち着いた、えー 姿というのがあるわけですね神様が、えー、ローマに、えーまあ、パウロを、えー、安全に、まあ、使わしてくださったというかそしてイエス様が、まあ、27章の、えー、24節で言われた「あなたは必ずカエサルの前に立ちます」ということで、まあ、この2年後にカエサルの前に立ったということが、まあえー、考えられるわけですけれど。 教えられることはこの、えっとですね、23節「そこで彼らは日を定めてさらに大勢でパウロの宿にやってきた」「パウロは神の国のことを明かししモーセの立法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた」と。 まあ、パウロはあのどこにいてもやってることは同じだということですね聖書から、まあ、旧約聖書から、えー、イエスについて、まあ、説明をする、まあ、朝から晩までというふうに、まあ、たくさんいろんな質問とかなんか疑問とかがあったと思うんですよねでそれを丁寧に、まあ、パウロは説明していくわけです で私自身教えられることは、まあ、これが私たちの使命であって、まあ、私たちの人生なんだということですね、えーまあ、私たちはパウロのようにあのフルタイムで福音を語るということはしないかもしれないですけれど私たちの人生が福音の説明でありイエス・キリストにあがなわれたものの証しであるということを思わされます私自身はまあカウンセリングの働き また動画でお話をする働きが与えられていますのでまあ福音を伝える、まあ、神の言葉を語るということがなりわいになっているわけですね。まあ、それは本当に感謝なことだと思っています。で本当にあの死ぬ日までというか、まあ、召される時まで福音を語ることを、まあ、この仕事がね続くかどうかはわからないですけれど。まあ、神様の,あの 導きによって、ね、どのようなことになるかは、まあ、それは、えー、とお湯だねしているわけですけれどでも福音を語るということイエス・キリストをあの説明する、まあ、それが私たちクリスチャンの歩みなんだということを教えられます。主が来られる時までそして、まあ、もしくは私たちが主の身元に召される時までこのイエス・キリストの愛を 素晴らしい福音を永遠の命を述べ伝えるものでありたいと思わされますでは祈ります天皇お父様パウロはあなたの御手に導かれてローマにたどり着きました私たちの人生にもあなたは計画を持っていてくださいますどうか私たちがどこにあっても何をしていても キリストを明かしするるるものでであることができるように私たちのうちにあなたの言葉を豊かに宿らせ私たちを精霊で満たしてください幸いな歩みをキリストを明かしするというとても大切な使命を生きる意味を与えてくださってありがとうございますどうか私たちがその招きにそのご計画にその見心に忠実に歩むことができるように 弱い私たちを強め、また罪深い私たちを清め、用いてくださいますように。イエス様のお名前を通したようになりします。アーメン。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。